皆さん、こんにちは。本日は熊本オンライン合同就職説明会にご参加いただきありがとうございます。私は熊本交通運輸株式会社で人事を担当しています森永と申します。短い時間での会社説明にはなりますが、どうぞよろしくお願いします。弊社は運送業です。まずはトラック輸送の役割についてご説明いたします。トラックは生活と経済のライフラインとして国内貨物の約9割を輸送しています。日本の物流を支えているのは運転手の皆様と言っても過言ではありません。トラックがなければ物流はストップし、社会に大きなダメージを与えます。もしもトラックが止まってしまったら、街ではどのようなことが起きるでしょうか。コンビニエンスストアでは陳列棚から商品がなくなり、病院では治療に使う薬品や入院患者の食事やシーツが届きません。工事現場では建築資材が不足し、市場では新鮮な野菜やお肉、魚介類などが届かなくなります。トラックはみんなの生活を支える、なくてはならない存在です。画面にある QR コードから物流を支えるトラック輸送の動画が見れますので、興味がある方はぜひご視聴をお願いします。では、次から弊社の会社概要についてご説明していきます。弊社の創業は昭和47年で、今年の4月に50周年を迎えました。創業時は2台のトラックと4台の平ボディ車での計6台でのスタートでした。現在では熊本交通運輸で178台、グループ会社を含めると522台の車両を保有しています。社員数も熊本交通運輸で264名、グループ会社を含めると793名の社員が在籍しています。弊社は6月1日より社長が変わりました。画面左から前代表取締役社長から取締役会長に就任した住永金次社会長、右が前専務取締役から代表取締役社長に就任した住永富次社長です。先代社長の経営理念を継承しつつも、新しい考えを持った社長に変わることで、どう会社が変わっていくのか、私も楽しみです。熊本交通運輸グループの顔として、長く親しんでいただいた制服が今年の4月にリニューアルしました。機能性を向上させ、よりスタイリッシュな装いに変更。さらに制服のカラーも緑から紺に大胆に変わりました。新たな制服となり、お客様、社員の間でも好評です。弊社は和をもって会社の信条と心得を社訓として掲げ、邁進しています。会社の和、社員の和、お客様の和、お客様同士の和、すべての関係を円滑にし、お互いの協力のもとにお互いが繁栄し合えることを目指しています。そして、これからもこの社訓を第一に考え、事業を行ってまいります。次に、事業内容の説明に入ります。弊社は長距離輸送、倉庫、専属輸送の3本の柱を中心に事業を展開しています。長距離輸送は九州から関東、東海、近畿地方を中心に全国各地にお荷物をお届けします。主に熊本県の農産物やアルミサッシ、その他一般の荷物もお届けします。倉庫は全国で14カ所に保有し、物流拠点は営業所を含めると18カ所あります。本社が熊本なので九州に集中しています。お客様のご要望に合わせた倉庫新設も行っております。現在は2棟新設を予定しております。次に、専属輸送についてご説明いたします。専属輸送とは、お客様になりきってのサービスを行っています。車両はお客様のニーズに合わせて作り、色や文字書きもお客様仕様です。ユニフォームもお客様に合わせ、お客様の立場になりきります。
本社営業所では約20社様の専属輸送を行っています。弊社ではグループ会社を含め皆様の生活をより豊かにするサポートとして運送業にとらわれないサービスを行っています。自動車整備工場、ホテル事業、広告代理店などさまざまな職種があります。運転職だけではなくさまざまな職種転換が可能です。次に弊社の自慢の社員のご紹介です。お名前は渡辺裕樹さん、現在26歳になります。勤続5年です。子供の頃からトラックドライバーに憧れていて、学校卒業後に接客業の仕事をしながら、中型の免許を取得され、弊社に未経験で入社されました。はじめは未経験ということもあり、少し不安だったそうですが、入社後の研修で積み荷の固定方法や安全運転の基本などを指導してもらい、少しずつ不安はなくなっていったそうです。はじめは中型免許で乗務できる4トン車で熊本、鹿児島間の専属輸送を走っていましたが、4トン車で4年ほど経験し、2021年に大型免許を取得しました。現在は10トン車で熊本、福岡間の輸送を走っています。渡辺さんに今後の目標を伺ったところ、10トン車で経験を積み、長距離ドライバーを目指していますとのことでした。弊社は未経験で入社された方が多数在籍しています。未経験だからといって不安に思うことはありません。弊社では未経験の方も安心して働くことができるように教育を徹底しています。はじめにトラックドライバーの基礎、車両の点検、初任診断などをじっくり学びます。次に先輩社員と一緒に添乗研修を行います。ここで安全な運転方法や積み荷の積載方法、お客様への納品方法など詳しく学んでいただきます。最後に運転していただいて悪いところ、いいところを先輩社員からフィードバックをもらい、一人で運転できるようになるまで約1ヶ月間行います。添乗研修を終えたら、いよいよ一人での配送となります。弊社では未経験での入社も多いです。私も今は事務職として勤務していますが、初めはドライバーでの入社でした。もちろん未経験です。どの職種も未経験での入社は不安になることがあると思いますが、心配ありません。未経験で入社した私が言うので間違いありません。次に弊社の福利厚生についてご説明いたします。社会保険、雇用保険はもちろんですが、弊社では家族手当に力を入れています。子ども手当が子ども1名につき1万円です。次に1年に1回無事故無違反のドライバーにはガソリン券を贈呈しています。金額は5000円から10万円です。社宅もあります。その他にも結婚祝い、成人祝い、入学祝い、出産祝い、新築祝いや、弊社が運営しているホテルの利用割引などもあります。夏祭りも毎年行っていたのですが、コロナウイルス感染拡大防止のため、ここ数年できていません。本来なら、社員のご家族、近所の方をご招待して開催しています。前回の来場者数は600名ほどでした。資格取得制度もあります。仕事に必要な資格は会社負担にて取得可能です。私も運行管理者の資格とフォークリフトの資格を会社負担にて取得しました。健康への取り組みとしてヘルスター健康宣言をしています。安全への取り組みも徹底しています。車両にはバックモニター、ドライブレコーダー、デジタルタコグラフで安全に関する装備もバッチリです。ドライブレコーダーはクラウド式を採用しているので、もしもの時も迅速な対応を行うことができます。血圧計も点呼室に設置し、社員の健康管理に役立てています。その他にも一部の車種にはなりますが、衝突軽減ブレーキを搭載した車両もあります。また、安全推進大会や全社員研修会など、ドライバーを守る取り組みに力を入れています。弊社は安全性優良事業所の G マークを取得しています。G マークは簡単に言うと、守るべき法律をしっかり守り、
安全性向上の取り組みをしていると認定された事業所のことです。次に熊本県ブライト企業にも認定されています。熊本県の働く人が生き生きと輝き安心して働き続けられる企業として2018年10月より認定されています。最後に働きやすい職場認証制度も取得しています。こちらは分かりやすく言うと、取得している運送会社は従来の運送会社とは違い働きやすい職場ですよとアピールしていいと認められた認証になります。最後に弊社の求人の募集要項です。現在弊社では運行管理者、配車業務、大型運転手、中型運転手、大型定期便の求人を募集しています。 QR コードから求人情報にアクセスできるのでぜひご覧ください。次に熊本交通運輸のホームページと熊本県トラック協会様のドライバーの一日という動画に弊社の社員が出演していますので、時間がある方はぜひご視聴ください。現在の社服ではなく旧制服での撮影となっています。またホームページでは随時求人を更新していますので、ホームページもぜひお時間があるときにご確認お願いいたします。これにて説明は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、ご説明いただきありがとうございました。ありがとうございました。それでは早速質疑応答に移りたいと思います。はい、まず最初のご質問です。今回募集される職種で複数ご紹介いただきましたが、はい、ドライバーの他にですね、ある運行管理、配車業務に関しては必要な資格だったりはありますでしょうか。そうですね、まあ、必要な資格は、まあ、運行管理者の資格があってればなおかっていうところですけども、まあ、なくても応募の方は可能です。あとはまあ資格よりもですね、まあ、できれば運送会社を経験されててですね、配車業務に興味があるとかですね、まあ、そういった方が応募してくれるとありがたいかなと思っております。ありがとうございます。またご説明の中で森永さんご自身も未経験からスタートされたというお話ではありましたが、はいはい、実際に未経験から始められた方って結構多いんですか。結構いますね。やっぱり他の私もですけども、まあ、他の業種から来られる方がいます。で、まあ、初め、まあ、前職が、まあ、営業でトラック乗ったことがありませんだとかですね、前職が製造で全く運転したことがありませんなどですね。あとはどうしてもやっぱこのコロナ禍でですね、まあ残念にも職がなくですねっていったところから転職された方も多くいらっしゃいます。はい、ありがとうございます。未経験の方も活躍されているということですね。はい、大丈夫です。はい、未経験からこう入社された場合には、はい、入社後はまずどのようなこう研修だったりがあるのでしょうか。そうですね、うちではですね、まあ、運送業全体ですけども、今全体運送業ではまあ座学の15時間以上と、あと運転方法の指導はまあ20時間以上必要というところになっております。まあ、弊社ではですね、専任の担当者がですね、初任運転の手配だったりですね、あとはもう基礎知識をワンツーマンで指導していきます。でその後はですね、まあ、先輩社員の同行していただき、まあ、添乗指導ということになり、でそこで先輩社員からの OK が出て、で最後チェックをしてOK ですということになれば晴れてデビューというような形になります。ありがとうございます。続いてのご質問です。先ほどこう前職が営業職だったりというお話もありましたが、はい、異業種から入る方はどのような業界からが多いでしょうか。そうですね、本当様々なのでこの業界からが多いですとは言えないんですけども、まあそうですね、やっぱり、まあ、トラック持ってないけども免許取ってきましたとか、そういった方は結構最近は多いですね。大型免許を取ってきたんですけども未経験ですとかですね、そういった方などは結構いらっしゃいます。はい、ありがとうございます。またこう森永さんにぜひ聞いてみたいことがありますということで、はい、入社してからこう一番感じたギャップをぜひ教えてくださいと。ギャップですか。運送業のギャップ何ですかね。一般の仕事と比べてのギャップ。そうですね、なんだろう、いきなり言われるとそんなパッて思い浮かばないんですけども
運転が好きならかなりいいところかなっては思います。あとはどうしても何て言うんですかね、不況下には強い仕事なのかなっていうところは最近よく感じております。はい、ありがとうございます。それでは時間になりますので、最後に一言視聴者の方にメッセージをお願いいたします。はい、もう未経験からでも運転職募集しておりますので、ぜひお気軽な感じで電話でも連絡していただければと思います。ぜひお待ちしております。